チョイスとは、2030年度に温室効果ガスの排出量を2013年度に比べて 26% 削減するという目標達成のため、省エネ・低炭素型の製品への買い替え・サービスの利用、ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に資する賢い選択をしていこうという取り組みのことです。知っていましたか？これ以上温度が上がると、地球はもう回復できない傷を負う可能性があることを。ここ100年で日本の平均気温はおよそ1度上がりました。温暖化の大きな原因は CO2 の排出。環境に配慮していないもの、ことを選ぶことで、家庭からの CO2 排出量が増えてしまっていたのです。また、地球温暖化は農作物に影響をもたらします。対策を何もしないままでいると、将来、伊達市内の地域でリンゴを生産できなくなる可能性もあります。消灯、温度設定、節水などの普段の行動に加えて、車、家電、住宅などの身の回りのものを選ぶとき、これからの目線で選んでみませんか？小さな日常の選択かもしれません。でも、その力は小さくない。積み上がってきっと地球を変えていく。そう、あなたが選べば未来は変わる。この矢印の形をした付箋が、これからの賢い選択のヒントです。それでは、クールチョイスを実践・推進している伊達市役所の取り組みをご紹介しましょう。伊達市役所では、みんなで節電アクションを実施しています。こまめにスイッチオフ。スイッチオフで電気の使用は最小限に。使い終わった印刷機などの電源をオフ。トイレなど人感センサーにより照明をオン、オフ。お昼休憩の事務所は最低限の電気で。エレベーターの利用を控え、階段を利用。納残業デーを定期的に実施し、電気の残業もなくす。クールビズは、冷房時の室温を28度で快適に過ごせる軽装や取り組みを促すライフスタイルを推進しています。伊達市役所内でもノージャケット、ノーネクタイなど快適に過ごせる軽装をしています。ウォームビズは、暖房時の室温を20度で。伊達市役所内でも暖房に頼りすぎず、冬を暖かく快適に過ごす取り組みをしています。スマートムーブとは、通勤、通学、買い物など、日々の外出時の移動をエコにする新たなライフスタイルの提案です。例えば、電車を利用すると、自家用車を利用するより、1人当たりの CO2 の排出量をおよそ 86% 抑制できます。伊達市役所でも、通勤などに電車を利用するなどのスマートムーブの推進をしています。伊達市役所では、市民の皆さんにクールチョイスを知っていただくための取り組みをしています。阿武隈急行中吊り広告でのクールチョイスの呼びかけ。
エコドライブの推進ステッカーの作成などを行っています。いかがでしたか？賢く、楽しくライフスタイルに取り入れることがあなたにとってのクールチョイスです。一人一人の行動が地球温暖化対策に役立っていきます。一人の日々の行動、選択が地球の未来を大きく変えていきます。あなたのクールチョイスを見つけて地球の未来を変えていきましょう。できることから始めよう。未来のために。